春日若宮御祭りで知られる春日大社の拙者若宮神社の修理が本格的に始まるのを前にきょう起工式にあたる小作り始め式が行われました春日大社には20年に一度社殿の修理などを行う式年増体と呼ばれる行事があり来年春から若宮神社本殿などの修理が本格的に始まります 式には修理を担当する職人らが参列し鎌倉時代から受け継がれる所作を披露しました若宮神社本殿の前には長さおよそ4.5メートルの吉野産のヒノキの木材が置かれこの後、職人らは長苗と呼ばれる工具をヒノキに打ち込みます神職らが見守る中式は厳かに営まれました 若宮神社は来年4月9日から24日まで本殿と水垣の内側、内院が特別公開された後、本格的な修理が始まり、10月28日に本殿に祭神を戻す神事が行われる予定です。